俺ねあの、シーズンごとに全部買い替えるんですよ。そのえー、靴下を夏とか冬とかで。<ー>靴下って別に3足セットで、えー、なんか1000円ぐらいじゃないですか、うん、大体。まあ、あるね。ユニクロとかやったそうそうそう。それをね、やってほしいんですよ。やるとすごいあの気分が上がるから。あ、そうな俺,俺はね。気分を上げるためなんや。まあ、なんかその、なんだろう、単純に新しいものを身につけなって楽しいじゃないですか。お あ、もうダメだ、これ。いやー、それは、手軽に味わえるってことね。これは、全編でそれ気使うやんか、そのな。ちょいちょまだ、まだ全然、あれよ。全然、魅力が伝わってないってことね、まだ。魅力、でも、なんなら一番消耗するじゃないですか、靴下って、あの医療として。まあ、まあね、うん、一番多分、破れたりはするね。 安いし単純にって普通にシャツとかって2000円くらいするでしょ普通もっとするかなうん,うんうん中で一番買いくらい手っ取り早いんゃん靴んうんうんうん確かに手軽に新品を味わんるかもしれないそう,そうなるほど、ね、服う服の中ではうんうんう色はもんう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 シうん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 う わかんなくなるうそれいや全部同じものを買うからユニクロでクくるくるした全部買うから一緒に同じタイプの,の<ー>あハッチはユニクロで買うの靴下あまあ俺はそうだねうんもう全部同じやつを買うああなるほどね確かにこれをやるとです,、ね、すごいあのあでも確かに全部同じ色ってめんどくさくないな俺<う>あのそうそうそう同じ靴下探すのがめっちゃめんどくさいのよ 俺もね、あれも大嫌いだった子供の時から、こんなこと人間がやることじゃないと思ったんですよ。あんな、こと。人間以外やらないのこれを大人になって自分でコントロールできるようになったら、すごい楽しかったんで、もうストレスが解放されて。確かに、もうペア探す時間もったいないよな。もったいないでしょ、あれ。もあ、確かに、それはそうだ。あの、見つからなくても、もう別にストレスにならないから片方なくても、まあ、確かに、それはそうよ。 うんそれはそうだな。